アカメカモメは赤道付近に分布する海鳥の一種でカモメ科に分類される。本種はアカメカモメ属クリーグラス唯一の種であり唯一の夜行性のカモメでもある。世界で最も美しいカモメともされる。別名エンビカモメ。本種はフランスの博物学者で外科医であるアドルフ・サイモン・ネブにより1846年に記載された。 記載された当初は、カモメ属ラルスに分類されていた。現在の属名は、ラテン語のプリーグラと、ギリシア語のクレルゴズ、および食肉を意味するギリシア語のクリアズに由来するが、ジョーブリングによるとこの属名は、食肉を吊るすためのフックのことであると考えられ、本種が、針状のくちばしを持つことを指しているという。種商名のファーケーティスは、日本派のフォークを意味する。 ラテン語のファーカに由来する。全長57センチメートル、翼海長131センチメートル。体の形態や羽毛に、性差はないが、オスの方が平均として大きい。胸の上部は、灰色みを帯び、エリワは、灰色で、翼端は黒い。くちばしは大部分が黒色だが、先端は、対照的に白い。繁殖期の成長は、頭部の羽毛が黒くなり、 両目は赤い肉質の缶で縁取られる。非繁殖期には頭部は白く、目の縁取りは黒くなる。赤目カモメはガラパゴス諸島に繁殖する、ほぼ固有の鳥であり、主な繁殖地はエスパニョラ島、ヘノベサ島、ウォルフ島の岩礁海岸や絶壁だが、それ以外の島々でも少数が繁殖する。特に海水温の高い東の島々に多い。 少数の都会が,がコロンビアの沖合のマルペロ島に映像する。批判食器には完全に沿用にいて外洋上で飛翔して捕食し、エクアドルやペルーの沿岸へと東に渡る。飛翔時、上面赤目カ,カモメはカモメ類の中で唯一夜間にのみ採持する。夕暮れになると大きな鳴き声を上げ、ディスプレイをしながら集団でコロニーを離れる。主な餌は、 夜になると、プランクトンを食べるために海面近くまで浮上する、魚やイカである。イカの発酵や、魚の動きに反応して、プランクトンが発する傾向を頼りに餌を取ると、考えられている。また、夜間に採取することで、軍艦取りによる略奪を避ける利益があるとされる。鳴き声やディスプレイは、他のカモメ類とはかなり異なり、三つ指カモメや、 首はかもめの発する声に最も似る。最も大きく、かつ最も一般に聞かれる鳴き声は、ガラガラ声とホイッスルと呼ばれる、警戒音であり、頭を左右に動かし喉を鳴らして、鳴き声を上げる。この鳴き声は伝播し、警戒の対象となったものを見ていない、他の個体も加わる。大声で、早いクイーク、クイーク、クイークという声は、 頭と首を地面へと前方に曲げてなされる、配偶者間の挨拶の鳴き声である。親鳥によるヒナへの救仕アカメカモメは、およそ5歳より繁殖し、つがい相手は、毎年同じであることが多い。大半の個体は一年中、ガラパゴス諸島の断崖や、時には、平地でコロニーを作っては繁殖し、ヒナのための餌はそのコロニー周辺の海で集められる。 巣は普通海抜10メートル未満の岩肌の小さな段にあり、卵が転がるのを防ぐため、岩肌を溶岩の小辺やサンゴの骨格、ウニの棘で覆って作られる。映像中の鳥は断崖側を向いていることが多いが、これは三つ指カモメなど、もっぱら断崖に映像するカモメ類共通の習性である。卵には斑点があり、メスは一回の繁殖で、 普通一個の卵を産む。繁殖は同調せず、年間を通じて9ヶ月周期で産卵するが、卵やヒナがうまく育たなかった場合にはより短い周期になる。卵は通常31-34日で孵化する。ヒナはおよそ60-70日後に初めて飛べるようになり、おそらく成長とともに陸地を離れて、外洋上で暮らすようになるまでの約90日は、 成長によって休時される。ガラパゴス諸島の成長。羽毛と目の周りの赤いリングは繁殖期を示す。個体群の動向は推定されていないが、絶滅の危機にあるとは考えられていない。その個体数は2004年の最後の調査時において約3万5000羽と推定された。夜間に餌を探すために赤目カモメの目は、 カモメ類の中で最も大きく発達している。さらに、その目の裏側には、輝き板を備えており、これが網膜を通る光を反射することで、光需要細胞が受ける光量を増加させている。一般的に、血液中のメラトニン濃度が高くなると蝶類は眠くなる。アカメカモメを用いた研究では、1日の間の血中メラトニン濃度の周期的変動は、 検出されなかった。一方、同じ研究で比較対象として調査されたユリカモメでは、中高性の鳥類で予測される通り、夜間にメラトニン濃度が高くなった。このようなメラトニン濃度の特性が赤目カ,カモメを夜行性にする原因なのか、それとも夜間に活動する結果として、メラトニン濃度が変化しているのかはまだ不明である。ありがとうございます。